さあここからですね、車を愛してやまないカーマニアの愛車紹介コーナーです。はい、今回のカーマニアは音響監督の美馬さんなんですね。はい、そうです。音響監督の美馬監督です。美馬さんじゃないよ。違います。わかりました。誰だってわかるんですよ。ブリッツだよ、ブリッツ、ね、ブリッツの招待です。どうしたの美馬さんは。本日ちょっと美馬さんが来られなくてですね、うん、で、私の方がちょっとことづてを預かってきましたので、ぜひこちらを。え、巻物ですよこれ。はい、おほら渡してほら土屋さんに。はい、そうなんです。テリー伊藤様、はい、土屋圭司様、はい、この度は我が愛車ハイエースを視察していただくことでありがとうございます。はい、私もご一緒したかったのですが時間の調整ができず、はい、残念の極みです。何言ってるんですかね、はい、これ何勝手なこと言ってるんですかね。そこでですね、この車の自慢できるポイントをいくつか紹介したいと思います。はいはい、自分で来いよ。そういうこと、自分で来いよ、自分で。ホワイトハウスキャンパー様の完全パッケージ車両ということで、はい、そしてさらにですね、はい、ブリッツ様によるパワーアップ、ほう、あースーパーチャージャーなんかつけてるみたいですね。スーチャーついてんのこれ。ついてます。はい、ダンパー、いやダンパーが ZZR による絶妙な乗り心地、本当かね。ね、本当でございます。他のハイエースとは一目で分かる外観、まあ、確かになんか違う、なんかね怪しい匂いがしてますよね。他にもたくさんあるんですが、もう髪が何言ってんすか。いらないですよ。返します。で早速ね、はい、ちょっとこのハイエースを教えてください。はい、まず表情でこのボンネット、すっきりこっちで違いますよね。はい、はい、ボンネットとあとエアロパーツでフロントリップがついております。はい、うん、はい、で、横の方に回っていただくと、うん、はい、今度ですね、横は全く違いますね、これ。そうなんです、これもキャンピング仕様なので、うん、まあ、上もルーフの方も上がるような感じで、うん、上がるんだ。はい、そうです。で、こっちも出てきて、ここね、はい、で、あ、サイドステップ、はい、そうですね、サイドステップ。でオーバーフェンダー、そうですね、ドリムついていて、うん、あとホイールは円形さんの3カーボという、うん、はい、ホイール。ちょっとこれで後ろ回りましょうか。はい、ちょっとこう開けてみようよ。はい、ぜひどうぞ。はあ、お、整理整頓。そうなんです、うん、ね、もうまさに美馬さんの私物がたくさん入ってる、うん、ね、本当だね。はい、まあ音響関係のね、音響関係の、はい、ものとか。美馬ちゃんはもうアニメ界ではもう殿様ですよ。まあそうですよね、うん、はい、ね、そうですね、はい、でちょっとじゃあ横から見て。そうだね、ありがとうございます。おお、これドキン。いや違います。大丈夫です。はい、見てみてください。いいんじゃない、なんか2人でラブラブって感じで。あ、ね、ゴテゴテしてないね。そうなんです、すっきりしていて。2人であのホワイト、はい、ホワイトハウスキャンパーで、ね、はい、あそこのものって、うん、あの飽きないんですよ、うん、あ、そう、うん、あの品がいいんですよね。すごい、ね、とね、なんとかどっちかっていうとなんかこうウッドにするっていうのがやりがちなんですけども、うん、昔から結構、あ、でもさ、シンプルですよね。ウッドよりもこっちの方がすっきりしてる、うん、おまけでついてきたリンタロウが一言も喋らない。こっからです。これはどうだったんですか。テリーさんが今手かけてもらってるところをちょっと力入れてグッと押し込んでいただければそのままもう上がります。はい、あ、なるほど。これでもう上がもうベッドスペースになります。ここ、そうなんです、上で寝られるような形になります。はい、ここで寝られる。あ、本当だ。で、横の窓も開くので、うん、あの朝とかはここのテントのところに窓がついてるので、ジップになってます。あ、そう、あ、緑でいいじゃない。で、夏場なんかでも風が通るので涼しくもできますし、まあ、ライトもそのまま天井のところについてるので追加のライトもいりませんし。ああ、これはいいわ。こうですね、すごく快適だと思います。はい、うわーわー、わー、これはいい。ここで寝れるのがいい、うん、これは、ね、上に2人、2人です。2人は行けると思います。下は多分今皆さんが座ってるところもそのままベッドになりますし、後ろのところもそのまま倒せば全部ベッドに入れる。こういうのもほらカップホルダーをなんかこうね、あの落ちない後付けのとか、うんうんうん、ああ、なんかいいね、なんか2人でラブラブ。これはこれも、はい、これオーダーだよね。これそうですね、ホワイトハウスさんのやつで、ホワイトハウスさんの品がいいな、うん、そう、ファブリックはすごく上品、ね、品がいいんですよ。おしゃれ、おしゃれ、うん、おしゃれ、あの力が入ってない感じがして、うん、普通のなんかおしゃれなね、あのなんか、うん、
マンションみたいですよね、はい、うん、あ、2人でラブラブ旅行、そうそう、ね、土屋さんの横にあの後付けのエアコンもついてるので、はい、なんでエンジンかけなくてもエアコンつけれますし、バッテリーもあの後付けのがついてるので、はい、うん、わ、夏も快適、はい、リンタロウが喋ったありがとうございます、聞いていただいて、あと冷蔵庫と、あと冷蔵庫もついてたと思います、はいね、あと電子レンジと、そうだね、いやだからトイレとかはないでしょ、トイレはないです、だから意外と現実的なんですよね、そうですね、この車でキャンピング場に、キャンプ場にそのまま行ったらもうこの車1台である程度は完結、そうだよね、でトイレはそこのね、キャンプ場にあるトイレを使って、場所を借りていただければ、いやだけど美奈ちゃんはやっぱ夢がありますね、うん、いいね、うん、いい、だキャンピングカーの人って基本的になんかさ心が豊かな人だよ ね、 人だよね、うん、ここまで簡単に上がるこの上のものって少ないんですよ、うん、結構力がいったりとか、あと上をもう思いっきりどっちもジャッキで上げてとかっていうのが結構面倒くさいのもあるので、それボンゴのこと言ってんだろ、ボンゴのことは言ってないですけどちょっと上がるのも大変なのもありますし、まあ、でも、はい、下で寝てもいいから、全然上が空いてるとなんか圧迫感ないから、そうですね、開放感とか、そっちの方がいいね、あと外の空気も上から入れるので、そうだよね、はい、そういうんだよね、これを片付けるとベッドになるわけでしょ、これは簡単でしょ、これそうです、多分そこの奥のところで多分それで外すことができると思います、あ、これね、あ、本当だ、ほら、あ、これちょっと外して、ね、でこれ外のテーブルにすればいいんだもん、そうですね、外に置いてもテーブルになりますし、なるほど、いいじゃない、ほら、ね、いいですよ、これテーブルなかったらさ、ここでこう、うん、イチャイチャして、本当にイチャイチャ、ね、イチャイチャして、したくないよ、別にでもいいよね、ほらポットもありますし、ポットね、手柄でできる、だってテーブルいらないじゃん、ここに、そう、いらない、ね、いや実はいらないですよ、このテーブルでさ、うん、あれって意外と面倒くさいですよね、うん、ない方がいい、うん、もうここで十分だね、そう、多分これも前に動くので、うん、多分ここのレバーで多分もっと前に、なんでもっと膝がくっつくようなところまで全然いけると思いますもくっつかなくていい、そうですか嫌がんなくてもいい、いやいや、だからね、なんか足伸ばしたっていい、そうですね、そうです、まあ、テーブルいらないよね、うん、いらない、だから、あれ、あのテーブルは外用にすればいい、あ、そうだよね、ね、あ、水が出るんだ、うん、ね、これ使わないよね、これ水出るの、これまだ使ったところは見たことないですでしょ、はい、いやこういうのって本当ね、実は全く必要ないんですよただあのそれを言っちゃおしまいですよ、おしまいなんだけどもキャンピングカーの認定を受けるのにあの水回りがついてないといけなかったりもするので、あ、そうか、そういうことだね、はい、だってさ、どうやって使うのこの水道、そうそう、カメラさんちょっと来てこれどうやって使うのよこの水道で、どこで洗うの、ちょっとこれ上げてですか、これほら、あ、なるほど、上げて、でもね、これこんなちっちゃいのがね、この辺びしゃびしゃになっちゃうよだから一応ついてますよってことだよね、うん、そうだよね、うん、でただこう残念なのは美奈ちゃんがここにテレビをつけたことだよね、うん、2人で見れないじゃん、あ、ね、ここにつけりゃいいのにさ、こんなとこでつけたらみなちゃんこれはダメや違うんですよ、何ここに2人で並んで2人で並んで、そうだからこうじゃないんだよ、こうなんですよ多分そうだよね、そうだよね、ちょっと今のうんとは言いにくいんですけどまだ横に座っていただければ足伸ばせます、ちょっとこっちしてみてよ、ほら、あれこういうことですよ、ほら、あー、そっか、うん、これで見てるんですよ、あ、なるほどね、うんうん、足も伸ばせますね、ほら、こうなんですよ、あー、で、父も見たくなるの、あ、そうだよ、でしょ多分これですよ、あ、そういうか、この体勢なんですよ、なるほどね、そうそう、で、これでイチャイチャしてるんですよ、あー、そうか、そうかね、はい、そうだと思います、はい、そうです、この番組ってゴールデンタイム子供見てるいや、いいね、いいよね、いや、いい、うん、いい、いい、欲しい、いや、これはいいわ、うん、これちょっと2人のプチ旅行に、ねえ、うん、でもさ、キャンピングカーって今までそんなにさ、こんな上がるんだね、そうなんです、そうなんです、これがいいですよ ね、 ね、でこれも多分本来の高さ的にはここまでの車なんですけど、うん、多分上側を全部切って屋根も切ったところにこれのセットをポコってはめてるような感じなんです、ちょっと後ろから見ると分かりやすいんですけど、ここが多分本来の高さだったところを全部屋根を切ってもうこれを丸々つけるような感じなんで、大改造だ、結構その屋根はもう全部フルオープンカーにはなってるような感じだ、大改造だよこれ、これってさっきちょっと分からなかった、5、600万でしょ、5、600万、これ新車、
いや、ベース車両は中古車を持ってきてその改造もできますし、なんでその値段によってはその安いのを買ってくればもっと抑えることもできますし、新車でいきなりやる方もいると思います。新車で例えばわかんないですけども、ハイエースっていくらするんですか？300万ぐらいですよ。400、いいので、いいのだと400ちょっともあります。例えば400万ってします、はい、そしてこういうふうにいくらするんですか、このなんか400万の車体にプラスすると多分700プラス300、400ぐらいはかかると思うので、うん、ここら辺ぐらい。いや、これ手かかってるよ。だって屋根そっくり切って、はい、上つけ作ってんだもんね。ですね。なんで結構グレードとかによって幅は出ちゃうかと思うんですけれども、うん、そんないいグレードじゃなくてもいいよね。全然いいよ、うん、そうですね。ここまで内装つけるなら一番安いグレードの方が逆にいいと思います、うんうん、あ、そうですね。はい、結局後からつけるものの方が多い。そうだね。変な話いいですか、これってリセールバリーいいんですか？今結構キャンピングカー自体の引き合いが多いらしくて、うん、なので今から仮装するとするとかなり時間かかってしまうので、うん、1年ぐらいかかっちゃって。そうなんです。なんでもともと仮装されている車体を購入した方が早い。確かにそうだよね。かなり12月だったらもう来年の夏間に合わないんで、ね、うん、多分間に合わないと思います。ということですよね、はい、結局コロナの期間で家から出れないけど外に出たいっていうのでキャンピングカーが一回バーッと流行って、でリモートワークとかでも使ってる方もたくさんいらっしゃいますし、うん、そうですね、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。